改めまして、ティングスです。さあ、シャニスターズ、ここが始まりだよ。ぶっちぎりティングス、シャインポスト生為晴役の鈴代さゆみです。イエイ、皆さんぶっちぎりティングス、シャインポスト玉木京香役蟹沢萌子です。はい、皆さんぶっちぎりハイレイン、おハイレインリーダー黒金蓮役芹沢優です。お願いします。はい、この番組はメディアミックスプロジェクト社員ポストに登場する5人組のアイドルユニットティングスのことを皆さんにもっともっと知っていただくため、ティングスを演じる私たちが交代でパーソナリティを務めています。はい、今回は先週に引き続きゲストに芹沢優さんがお越しいただいています。やったー、お邪魔してます。ありがとうございます。やったー、今回はね、オープニングからということで。そうですよ、嬉しい。ぶっちぎりハイレインです。どうも、いただきました。ぶっちぎっていきますよ、今日も楽しみです。はい、はい、ということでね、前回実はあの本編の後のおまけで、ちらっと、なんかお料理話もそうだ、ね、いただいたりとかもして、はい、皆さんね、アーカイブとかもございますので、ぜひね、聞いていただけたら嬉しいです。ということで、まあ、その社員ポストなんですけれども、公式ツイッターがございます。はい、ラジオ用のハッシュタグはティングスかい、ティングスは全部大文字で、後ろに漢字でかいをつけてください。はい、ぜひハッシュタグティングスかいを使って番組の感想などたくさんつぶやいてくださると嬉しいです。それでは開演のお時間です。そろそろ、はい、改めましてティングスです。ぶっちぎりティングス、はい、改めましてティングスです。改めましてティングスの鈴代さゆみです。改めましてティングスの蟹沢萌子です。改めましてハイレインのリーダー黒金蓮役の芹沢優です。はい、はい、それではここからは皆さんからいただいた普通のお便りを紹介していきたいと思います。今回メールテーマ、この夏絶対やりたいことのメールもご紹介していきます、はい、じゃあちょっとまずは普通歌の方から読んでいきたいと思います。会社員ネームまつりさんからいただきました。ありがとうございます。ティングスの皆さん、ぶっちぎりティングス、先日の公式作戦会議でゲームのサブタイトルを決めていましたね。キャストの皆さんが見ていたゲームの極秘映像を見ている最中の発言をもとに想像かっこ妄想をしていましたが、やはり早く自分の目でゲームの映像を見たいと思いました。私たちも見れるようになる日が楽しみです、といただきました。ありがとうございます。そうなんです。なんだ、あの6月にあった公式作戦会議で、まあ、いずれ出るゲームのサブタイトルを、なんか4つかな候補があって、どれがいいかをこうみんなで出し合って、すごくない？それって勝手に決まること、勝手に決まるって言ったらおかしいんだけど、そんな私たちがね関与できるものではなかったりするじゃないですか。そうなんですよ。でも実はこのラジオのタイトルもそういう感じで決めてたりとかしてて、すごいね、みんなで一つになってやってるんだね。びっくりサプライズですよね。ゲーム楽しみ。まあ、ただ本当にそれに決まるかまだわかんないんですけども、ちょっとまあ決まったらいいねって感じで、なるほど、はい、待つのみですね、私たちは。でも本当にね、ゲーム画面もなんかすごい感じだって、本当にすごくて、で、あれですよね、あのティングスだけじゃなくて、それぞれのキャラクターがヒロインになるっていうのがーテーマですもんね。うん、なんだ、あんま送ってないの、そうなんだ、愛がきっと楽しめるんじゃないかなと、ドキドキワクワクしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあもう一つ、会社員ネーム YK さんからいただきました。ありがとうございます。ティングスの皆さん、ぶっちぎりティングス、ティングス、私たちはティングスの先輩ユニットフライの楽曲制作をこちら側の世界で担当された音楽家のラムライダーさんのファンのものです。先日公開されたファーストステップのリリックビデオを再生した瞬間に時が来た
と察し、そこから猛スピードで社員ポストのもろもろを履修し、6月18日に開催されたアニメ1話2話の上映会に参加させていただきました、すごい行動力すごい、アニメの本放送までは内緒の事柄には触れちゃダメとのことですが、とにかくライブシーンがすごいですね、しかも今回は映画館の大スクリーンで見れたものですから、パブリックビューイングかなとテンション上がりました小説に出てくるティングスとフライのあのシーンは夏から放送のアニメで描かれるのかと妄想に励みつつ、これからの皆さんのご活躍にとってもとっても期待していますといただきました、ちょっと他にもいただいてたんですけどありがとうございました。ありがとうございます。いやすごいですね、まさかのこの音楽家さんのファンの方がこう見てくださってみたいな、いやでもなんか特に社員ポストを、で関わらせていただいてて思うことがすごく多いんですけど、やっぱメディアミックスなだけあっていろんなやっぱところからこの作品に触れていただけることが多いので、確かにやっぱだからその音楽きっかけでとかライブきっかけでとか、それこそねモエピのファンでそのノエミさんが好きでとかいうきっかけとかで社員ポストのアニメ自体作品を楽しみですって言ってくださる方がやっぱ増えてっていうのがすごく嬉しいなと思って、いやすごい、やっぱそういう人ってさ、もともとそのアニメがすごく好きとかじゃなくても、やっぱその上映会来てそうパブリック、ね、本当ですよ感動してくれてるから、だからそういう方すら満足させることができる1話、2話だっけ、1、2話どっちも、ねえ、だからきっと本当にたくさんの方にね楽しんでいただけると信じている。私ティングスもだし、フライのあのシーンもそうだけど、もうそんなこと言ったらハイレインさんのライブシーンも、ね、どうなっちゃうんだろう、ね、まあちょっとどうなるかないのか、どんな感じで出てくるのかわかんないですけど、そうですね、ちょっと楽しみにしていただけたら嬉しいし、それを周りの人にも広めてもらえたらめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いしますありがとうございました、はい、ということでここからはこの夏絶対やりたいことのテーマを読ませていただきます。会社員ネームはるさん、ありがとうございます、ありがとうございます。キングスの皆さんこんばんは。この夏にしたいことですが、今年車の免許を取る予定なので、現在配信されている3曲や8月にリリースされるワンダースターターを流しながらぶっちぎらず安全運転でドライブしたいです。それは大事えらいとても大事そうです、ね、すごい、全く私同じです。え、私も今まさに免許取りに行ってて、そうか、私も夏ドライブしたいとか思ってた、気が合いますね。はるさん、ドライブいいですよねいいよね、でもほんと曲がいいからさ、社員ポストは車でかけてもいいよ。かけたい、かけちゃおう、ちょっとかけてこう、あのリスト作って、あーいいですね、そう、全部のグループの、あ、いいの、楽しみだね、ほんと、ね、8月に出んだっけ CD みたいなやつ、まずリリースがあってオープンエンドの、ちょっとね、そう、まだあの上映会いらっしゃってない方はエンディングはまだ聞いてないかな、かわいいよねエンディング、そうなんですよ、なんか斜め、そうそうそう斜めな曲だよねちょっとあの、思なんだろう、想像のなんか斜め、ね、来た感じ、いい曲だった、可愛らしい曲なのでね、楽しみにしていただきたいですね、ありがとうございます。お、もう一つありますか。ありました、ありました会社員ネームひまわりむぎむぎさん、ありがとうございますティングスの皆さんこんばんは。こんばんは。私がこの夏に絶対やりたいことは、意中の相手に告白することです。相手の方とは街中のコンビニですれ違った時に割れちゃう、私が一目惚れして一目惚れ連絡先を交換したのですが、今は毎日彼女からの連絡を楽しみにしている自分がいます。振られたらどうしようとかいろいろ考えますが、頑張ってこの夏に告白しようと思っています。皆さん、そんな私に何かアドバイスがあればぜひお願いします。コンビニですれ違って連絡先を交換し、映画の世界の方かな、方かもしれない、あれね、方かな、ね、あのバカになっちゃったの、方かな、ね、恋愛でね、でもこれはね絶対誠意をまず伝えることが大事、だって入りがナンパなんだもんいや、あの本当にそうあなたのこれだけ本気で
ってて、そうコンビニで一目惚れして連絡先教えてください。すごい。え、これ女性ですか？男性じゃない？一応、うん、彼女からの連絡をって言ってるんで。おこれはなるほど、うん、まあでもちょっと最初の段階でえってなってたら多分連絡先交換してないと思うんで、まあ、確かに、ね、第一段階は多分 OK だったんじゃないですか。確かに確かに。って考えると、うん、で今もう連絡を一応やり取りしてるってことですよね、うん、毎日。そうだよね、毎日か。今毎日連絡を楽しみにとか、毎日連絡取ってんだってことは、脈あり？あり？いやちょっとこれ気になるな。続き気になる。あのぜひ進捗毎回メールで送ってきてください。送ってください。ってしょうがない。今こうなってますとか。すごい。次告りアドバイスだって。アドバイス。いやでもやっぱね、素直に、あ、そうだね、誠意を伝えていきましょう。伝える大事ですね。この夏っていうのが何月の話なんですかね。ね、確かに。あ、何月までに告る。そうですよね。じゃ社員ポストの最終回はでも9月末とかになっちゃうから。社員ポストの放送日でいいんじゃない。あ、うわ、7月12日火曜日です。25時29分夜中ね。夜中にね。悪くないよ。悪くないですよ。だからディナーとかした後に。ちょっともうだから終電は逃しちゃおう。逃しちゃおう。終電逃しちゃおう。逃しちゃう。それかもし免許持ってたら車行っちゃおう。送っちゃおう。送っちゃおう。電話で送っちゃおう。送った方がいい、それは。いやいい。確かに。あ、お家の前。確かに。でも25時29分だと社員ポスト見れなくなっちゃう。ああ、それは良くない。確かに。ここじゃあ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 その前でいいじゃん。前でいいじゃんとか言って。前だ。社員ポストには間に合う時間帯で。うん、そうだねそうだね。ぜひ行ってもらって。でもうまくいくといいですね。頑張ってください。祈っとくよ。ぜひなんで、あの絶対にこのメール以降送ってこないとかやめてください。送ってきてください。気になっちゃう。お願いします。はい、じゃあもう一通いきたいと思います。会社員ネーム丸のみりんごさん、ありがとうございます。ティングスの皆さん、そしてゲストの芹澤さん、ぶっちぎりティングス。ティングス。テーマ、この夏絶対やりたいことについて、うん、私は芹澤さんがご出演されている作品の鑑賞、そして所属していらっしゃる某アイリスちゃんの楽曲をたくさん聴きたいと思います。先日の対バンライブで初めて芹澤さんをお目にかかった時、圧倒的なパフォーマンスに完全に落ちてしまいました。以前から芹澤さんのことは存じ上げていたのですが、実際にパフォーマンスを見てしまったら、どうして私は芹澤さんをこんなに知らなかったんだと今までの自分にカツを入れてしまいました。今からではものすごく遅いかもしれませんが、全力で芹澤さんを追いかけたいと思います。ということで、もうゆうさんに完全にもうノックアウトです。恥ずかしいです。やられちゃって。やられちゃって。やられちゃって。恥ずかしいですね。もう全部。ね。ありがとうございます。ぜひ。いやでもあれを見たら落ちない人はいない。本当に。全然。もう落ちてるもんね、私たち。本当にそうです。あのもう目が。表情管理表情管理表情管理もう目がハートになっちゃう。嬉しいです。でも嬉しい、本当に丸のみりんごさん、うん、嬉しいです。私は褒められて恥ずかしい、嬉しいです。いやかわいい。よかったらライブも7月7日、うん、ツアーファイナルがあるの、うん、これはこれなら間に合う。明後日とか確かない。今週末ぐらいちょっと間に合うんで、ぜひよかったら来てください。これはもう行くしかない。行かないですよ。ぶっちぎってこ。ぶっちぎっていきましょう。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあもう一つラストですかね。はい、会社員ネーム布団が吹っ飛んださん、ありがとうございます。なんでありがとう。いいよ、飛ばしてこ。ティングスの皆さん、ぶっちぎりティングス。僕がこの夏にやりたいことは、ぶっちぎりスナーの称号をゲットすることです。これまでにメールを読んでいただいたことはありますが、ぶっちぎりスナーになるにはまだまだ力不足のようです、うん、これからも寝る間を惜しんで血の滲むような努力をし、命を削りながらアイディアを絞り出してメールの投稿を続けていきます。よろしくお願いします。ちなみに最近はぶっちぎりスナーに認定される人がいなくなったような気がします。よもやお忘れではないでしょうか。ちょっと忘れてる。そして続き、追伸がございます。
このメールでぶっちぎリスナーの称号をいただくといやらしいので認定はまた別の機会にお願いします。いやーなるほどね、そういうのじゃないと俺は正々堂々戦いてんだ。実力で、実力でつかみ取りたいと。ぶっちぎリスナーありがとうございます。他にも書いてくださってありがとうございます。覚えてたんですか？覚えてはいたはずなんですけど、うん、そうですね、やっぱぶっちぎリスナーの称号を上げるタイミングっていうのが、うん、やっぱ難しくて、うん、お一人にあげると全員にあげたくなってしまうという衝動が、こっちもいろいろすり減らしながら称号を、なるほどね、私たちも血の滲むような努力をして、命をすり減らしながら選びたいと思いますの で、ぜひ今後とも、はい、送ってください。よろしくお願いします。お待ちしてます、はい、頑張ってください、はい、ただ布団だ布団だっていうのは結構きましたね。大きい声出してラジオネーム聞いただけでこんな大きい声出してねあもう布団が布団ださんもう絶対変えちゃダメですよ、うん、このつぼには刺さってるってことですから一押しなんだと思います。楽しみです。取りに行きましょう。これからのメールがありがとうございます。はい、ということで以上ふつおたのコーナーでした。改めましてティングスです。 TINGS 作文、はい、このコーナーは皆さんの考えてくれたTINGS の5つのアルファベットを使ったあいうえお作文をご紹介いたします。ということで今回はゆうさんにも一緒に挑戦していただけるということで、はぁーそっちだった何やってんだろうって思ってみたらこの今かかってるであろう BGM の笛やったからよモエピちゃんがやるからモエピがやってたんで、モエピが先にやったからいい感じに奏でていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。やりますよ、はい、今回3人でねやっていきたいと思います。参加します私も、はい、それではいきましょう。最初の TINGS 作文です。じゃあモエピからいきましょう。はい、私からいきます。会社員ネームフレキスチャンネルさんです。ありがとうございます。じゃあいきます。せーの、ティングスのティーごめんなさいせーのって一緒に言っちゃった。嬉しかったですよ。二人だっていい。嬉しかったです。何人だっていい。優しい。嬉しかったです。よし、いきます、はい、せーの何人だっていい。何人だっていい。何人だっていい。優しい。嬉しいです。ありがとうございます。一人じゃない。一人じゃない。じゃあはい、ごめんなさい、お願いします。やばいって本当にごめんなさい。いや、みんな表情管理、ありがとうございます。やばい、表情管理しよう。せーの、ティングスの T。 頼りになる先輩で、ティングスの I。いろんなことを教えてくれて、ティングスの N。 悩み事も解決する、ティングスの G。 ゲストの、ティングスの S。 芹沢優さんです。もう本当に本当にすごい盛られてる。ありがとうございます。そんなことないですよ。なんか私本当に正直なんかそんなにまだたくさんお会いしてるわけじゃないのに、うん、ですけど、うん、本当に女神様。いや本当にそうです。やめてよ、ね、はい、後ろからずっとついていき、いや本当にないです。後ろなんか横から横で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 斜めとか右斜め上とかにいてくれれば四方八方から行かせていただきたいです。怖いなそれ。ちょっとそれ嫌かもしれんな。嬉しい。いやでも嬉しいよ。本当にもうこれはぜひ使ってもらいたい、使いたいですね。私たちが嬉しいです。嬉しいな。ぶっちぎリスナーじゃない。あ、もうぶっちぎリスナーですね。ぶっちぎリスナーだよ。あらフレキスチャンネルさん、あなたはぶっちぎリスナーです、うん、すごい。これ何かもらえたりないです。これからの会社員ネームの後ろにぶっちぎリスナーって書けます。称号が書けるっていう。嬉しい嬉しい嬉しい。嬉しいですよね。よかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。次の人ぶっちぎリスナーだ。びっくりした。こちらですね、会社員ネーム皇帝かっこぶっちぎリスナーさん。もう称号を得られてる方ですね。すごい。ありがとうございます。では、行きます。はい、せーの、ティングスの T。
ピー溶けるような暑さ、ティングスの愛、痛いほどに肌を刺す日差し、ティングスの N、 え待って、どっちだあれあれ N S かN S って言ったな N って手でやってたのに S って言ってる、言ったな、ティングスの N、 夏がやってきたって感じするな、ティングスの G、 ギラギラの太陽が僕を呼んでるし、ティングスの S、 涼しい部屋に引きこもるか、いいですね。確かに平和な作文ですね、うん、引きこもりたくなるよな、うん、暑い日な。エアコンって何度に設定されてますか、夏は。でもうち猫飼ってるから、あーそっか、猫ちゃん、もうずっと27度はもう家いてもいなくてもついてて、そうなんです。で家に帰ってきてなんかすごい今日暑いなと思ったら27から下げたり。ああ、猫ちゃんって比較的涼しいところの方がいいんでしたっけ。そうですよね。そう、夏の方が暑いとこが苦手だから。そうそうそうって感じ。なるほど。モエピは、私何度なんですかね、なんか日によって27、6、5、4、3、2、1、0。なるほど、ありがとうございます。地球に優しくなりたいですね、うん、ねえ、エコでエコに、エコでエコ、萌え子なのでエコになろうと思う萌え子待て待て、これはてってれてってれおちゃめなジョーク大成功です待って、嬉しい、初めてなんです。私、そうなんですか。お茶目なジョークをまあ、イベントで一回言ってたんですけど、それはなんか言おうかなって事前に言ってて、その前振りなしに、しかもまあまあデカめのジョークね、萌子のエコで、萌子のエコで、うわ、いや、やったすごいよ、これはすごい瞬間を見た。嬉しいです、私も。ありがとうございます。ございます。じゃあ次です。はい、会社員ネーム陽蔵かっこ水分補給ガチ勢さんからいただきました。ありがとうございます。ぶっちぎりすなではないですけど、ね、では行きたいと思います、はい、せーの、ティングスのティーン、突っかかってばっかりで、ティングスの愛、いつもは敵対心むき出しだけど、ティングスの N、 何か主人公が悩んでいると、ティングスの G、 元気つけようと不器用に励ましてくれる、ティングスの S、 そんなライバルキャラいいよね。おこれは、なるほど、これは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 どう、うん、これ黒金さんの話なの か、まあ、そういう想像なのか、なのか、まあ、どんな風に ね、 関わってくるかわからないですけれど、うん、でも確かにどんな作品にもやっぱライバルがねいたりするといいよね。ライバルキャラって関係性がやばくなりますよね、うん、エモくなっちゃうよね。からちょっと社員ポスターどうなのかっていう、うん、なるほど、こうやってね作品の話をするために送ってくれたのかもしれない。ありがとうございました。はい、ということでいろんな奇跡が生まれました、はい、このコーナーではティングスの頭文字を使ったあいうえお作文を募集中です。皆さんの力作引き続きお待ちしております。以上 TINGS 作文でした。改めましてティングスですも、そろそろエンディングのお時間となってしまいました、では最後にお知らせです、いよいよ来週から、うん、テレビアニメ社員ポストの放送がスタートとなります。2022年7月12日火曜深夜より日本テレビアニチュー枠にて、7月14日木曜より BS 日テレ ATX にて放送がスタートです、日本テレビは毎週火曜25時29分から、BS 日テレは毎週木曜24時30分から、そして ATX は毎週木曜21時からとなっております。
放送時間が変更となる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は公式ホームページをチェックしてくださいね、うん、はい、続いては楽曲情報です。私たちティングスの楽曲 Be Happy Time、 東京わたしコレクション、 Be Your Light の3曲が Apple Music や Spotify など各配信サイトで配信中です、うん、またテレビアニメ社員ポストのオープニングテーマ、エンディングテーマが収録されたシングルのリリースが8月に決定しています、はい、詳細は後日公式サイトや公式 Twitter で公開しますのでお楽しみに、うん、そして社員ポストの公式 YouTube チャンネルでは各ユニットのリリックビデオやアニメ版の MV が公開中です。今後も楽曲は増えていく予定ですので、ぜひチェックしてください、うん、お願いします。お願いします。続いて原作情報です。原作小説であるラクダ先生のライトノベル社員ポストね知ってた、私を絶対アイドルにするためのごく普通で当たり前なとびっきりの魔法は現在第2巻までが好評発売中です。そしていよいよ今週7月8日に第3巻が発売となります。もう間もなくです。こちらの3巻は気になるあの子とあの子の関係などなどいろいろ明らかになっちゃいます皆さんぜひお手に取ってみてください。そしてこちらは月刊コミックアライブにてコミカライズも好評連載中です。どちらもぜひチェックしてみてくださいね。その他最新情報などは随時社員ポストの公式ツイッターでお知らせをしていきますので、ツイッターのフォローよろしくお願いします。はい、そして次回のラジオは7月12日火曜日配信です。おー、放送日ですね。そっか、お楽しみに。楽しみに。はい、そして番組では皆さんからのお便りを募集中です。ティングスの名台詞劇場では皆さんの考えたセリフを募集中です。現在募集中のテーマは海水浴場での驚きの一言です、うん、夏の海水浴場で起こったハプニングを想像させる一言をお願いいたします、うんうん、そして TINGS 作文へはティングスの頭文字を使ったあいうえお作文をお願いします。そして普通お便りはメールテーマのかき氷へのこだわりの他に、私たちへの質問や応援メッセージ何でもお寄せくださいね。番組でお便りが採用された方にはティングスステッカーをプレゼントしております。ご希望の方は必ず住所とお名前の記載をお願いいたします。すべてのお便りの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送改めましてティングスですまで、メールの場合は tings@joqr.net まで送ってください。ティングスはすべて小文字です。はい、ということで第22回目のラジオ放送だったんですけれども、うん、はい、まずはゆうさん2週にわたってゲスト出演ありがとうございます。楽しかったです。いやー本当になんか、うん、アフレコ時も本当にそうでしたけど、うん、ラジオもまたもうめちゃくちゃ嬉しかったです。いや私も嬉しい。ありがとうございます。いや本当に楽しすぎてずっとふざけてましたずっと楽しかった、ね、いろいろ、うん、えんちゃんの話とかも聞けてとっても嬉しかったんですけれども、はい、うん、最後にじゃあ7月からもう来週から始まるアニメに向けて、楽しみにしてくださっているファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、なんかこの社員ポストのプログラムというかこうコンテンツがもうかなり前から始まってて、みんながずっと一生懸命ダンスを練習したり歌を取ったりずっとずっとこう思いを溜めてたものがついにアニメ放送で皆さんの元に届くので、たっぷり受け取ってもらえたらなと思います。れんちゃんもライバルとして結構素敵なライバルだなと私は思っていますので、そんなレンの活躍も楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。本当にゆうさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでそれでは今回の改めましてティングスですの公演はここまでです。お相手はなばため春役の鈴代さゆみと、玉木京香役の蟹沢萌子と、黒金蓮役の芹沢優でした。ぶっちぎりティングス。ここからはアーカイブをご覧いただいている皆さんだけにお届けするおまけコーナーです。はい、ということで今回の本編はまた前回とは違った感じでいろいろあったんですけど、いろいろあったね。どうやら蟹沢もエコさんもエコさんねこれはそうなんですよ。私これ本当は小学生ぐらいから言いたかったんですよ
痛かった。萌子ってあだ名がつけづらくって、うん、昔からあんまりあだ名がなかったんですよ、うんうんうん、でも自分で考えてなんか自分から言ったら呼んでもらえるじゃないですか、うんうん、まあ確かに。そしたらなんかエコマークとか集めてたじゃないですか、うん、あったね。それでエコちゃんになったらいいんじゃないかって思ってたんですけど、うん、エコちゃん、そうなんですよ、エコな萌子ですってなろうかなって思ったまま温めてようやく今日言えました。記念すべき日だよ今日。私らでよかったです。嬉しいよそんな伝説の日に。エコな萌子です。え、ね、ユニットのそのノイミンちゃん、はい、の時はなんて呼ばれてんの。自分の自己紹介では萌子ことカニサワ萌子ですって言ってます。使ってないんだ。やっぱりちょっとなんかエコって大それてるかなみたいな、うん、あまだしこうどこまでこうエコに なってきますか。確かに。なるほど。でも萌ちゃんとかだもんね。そうですね、萌ちゃんが多いです、ね、あ、そうなんだ。じゃあじゃあ私は萌ピなんですけど。あ、萌ピはじゃあ私が勝手にそうなんだ。言い出しちゃった。萌ピが流通してんのかと思ってた。萌ピはティングス入ってからですね。 あと幼稚園の友達が呼んでくれた。へえー、今も幼稚園ぶりです。じゃあティングスのみんな幼稚園と幼稚園幼稚園ということで。マエピーマエピちゃんお気に入りのあだ名なので、うん、そっか、うん、でもエコちゃんっていうのもじゃあいずれは浸透させたい。うわ、お茶目なジョークで。あ、ダメ。そこは行きたい。すごいよ。私あのアニメのあの内容的にも普通にその2人に会う前からやっぱキョンカちゃんお茶目なジョーク可愛いなと思ってたの。そう、このキャラってなんか他ではいないじゃん。なんか結構真面目っぽい。そうそう、真面目っぽいと思いきや確かになんかそのジョーク言ってそれでなんかお茶目なジョークですとか言ってんのは可愛いなと思ってたから生でやってもらえるとは。いや本当ですよね。よく出てくるわけじゃないんでしょ。もう私は初めてぐらいですいきなり唐突に出てきたのは。すごい嬉しくて、やったー、ちょっと感動です。でも京香ちゃんもそうなんですけど、萌ピ自体も結構そのジョークが好きっていうのは前から言ってくれて、言ってたので、でもいつ出るんだろう、どこのって思ってたら、エコの萌子です。恥ずかしい。と他にどんなのがあるか楽しみです。温めておきますので、またラジオに遊びに来てください。また来るね。全部寂しいからおまけコーナー終わらないにしちゃおう。わあ、もう本当に終わりたくない。もちろん、いやでも本当二人とも最高に可愛い、面白いね。終わらなくてもいいですか。ということで以上、一旦締めます。おまけコーナーでした。ぶっちぎりティングス。